はい、どうもみです。今回なんですけど、皆さんに、報告があります。最近報告しすぎて、報告系 YouTuber に、アイムチャンネルになってるんじゃないかと噂されてますけど、本当に今回は、みんなにね、これをどうしても伝えたい報告があります。はい、その報告とは、アイムチャンネル、2月から全 SNS 毎日投稿します。本当にウィナーズの方だったりとか、僕も社会人チームに入ってもう一回ねサッカーガチでやるっていうところで練習も、週4かな、あるんですけど、でウィナーズもあったりとか YouTube の方もあったりとかするんですけど、まあそこを本当に言い訳せず、いろんな方にね見てもらえてるっていうところで、どうせやるんだったら YouTube も本気でやりたいなと思ったので、ね、本当に編集の子たちとか、一緒にねチームでやってくれてる人たちには本当にね、マジで頼むっつって無理言って毎日投稿させてもらうことになりました。でね、毎日投稿月じゃ30本、どんな動画上げていくのっていう風に結構思っている人が多いと思うんですけど、それもねここで発表したいなと思います。で一つ目はこれはねもうずっと上げてきた、まあ、Vlog っていうのをもうちょっとしっかりやろうと思ってます。社会人のチームに入ってウィナーズのねエースになるっていう風に今掲げて毎日練習やってます。なのでそういうような練習の1日だったりとか、そういう Vlog も上げていきたいなという風に思います。で Vlog ももっと凝って、ちゃんと朝起きたところからまあどういう食事とってとか、結構僕もこだわりね、食事だったりとか睡眠だとか結構いろいろあるので、そういうのもみんなの参考になればいいなと思うので、そういうの細かくね撮ってった Vlog、 1日夜まで、はい、っていう Vlog だったりとか、あとはそういう社会人チーム入ってたので練習だったりとか、あと試合ですね、これから公式戦もあるので、そういう日のまあ、Vlog、 まあジャイさんのねチャンネルとかね結構ね Vlog 今日は負けられない試合みたいな、あれすごく僕面白いなと思って、で僕も社会人入って今回は公式戦があるので、そこの Vlog だったりとか、あとはウィナーズのね日の1日だったりとか、そういうのも全部上げていきたいなと思います。でちょっとね2つ目はね新しい試みなんですけど、高校だったりとかユースチームだったりとかの練習参加、はい、これは結構ね新しいんじゃないかなというふうに思います。もうねまさにね最初にねこの形はもう那須さんがねやられていますけど、やっぱり那須さんは元プロで、じゃあ年代も少し上でっていうところで、でも那須さんとはまたちょっと違った、まあ、僕の今の年代で、まあ、まだバリバリ現役で動ける状態で今、ね、体を戻しているような、まあ、僕みたいな人が、まあ、練習参加行ったらどうなるのかっていうところもみんなにね、あとリアルに配信できたらなというふうに思います。本当にね、まあ、高校生とはいえ、5歳ぐらいしか変わらないので、いろんなとこ全国回りたいと思ってます。はい、で、あとは、まあ、今まで通り、ウィナーズのね、メンバーとのコラボ曲、まあ、そういうところの対決、コラボ、まあ、今まで通りやっています。で、プラスアルファで、今までやってなかったプロの選手との、対決だったりとか、あとは自分が、プロの選手に技術を教えに行ってもらうようなのも、バンバンやっていきたいなというふうに思ってます。で僕のプライベートだったりとかオフのところを見たいって言ってくれる人も結構増えてきたので、そういう部分のオフの、ね、一日だったりとか、まあ、私服だったりとか、まあ、ちょっとこうプライベートな一面も、ちょっとずつ出せたらいいなというふうに思います。やっぱり毎日投稿なんで1ヶ月30本ってなると結構ねいろんなことが、できます。なので全部余すことなくで、ね、この歩むっていう人間を出していけたらなというふうに思いますので、すごく、面白くなるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、いろんなことを、やって、1ヶ月30本っていうので毎日投稿、やっていくんですけど、まあ、根本的にねアイムチャンネルっていうのは大きなテーマで言うと本当にウィナーズのエースになる。でエースっていうのは、まあ、しっかり数字ですよね。アシストをするだったりとか、1チームで一番アシストして、チームで一番点を取る、そしてチームで一番いいプレーをするっていうのがやっぱりエースの仕事だと思うんで、そこに向かってやっていくっていうのを大前提としていろんな Vlog だったりとか企画だったりとか対決もやっていきたいというふうに思ってます。で、僕のねやっぱり今のその課題としてはこのやっぱりフィジカルの面だったりとか、あとはやっぱりそのシュートの部分とかなので、しっかりそういうところを日々の Vlog だったりとか、まあ対決とかでもね練習と思ってしっかりねやっていきたいなというふうに思うので、やっぱり前提はねしっかり本当にガチなサッカーチャンネルなので、僕の成長を、みんなにね届けていけたらいいなというふうに思います。はい、ということでねちょっとね熱くなっていろいろバーッと喋っちゃったんですけど、まとめるとですね、まず1つ目ウィナーズのエースになると、2つ目は年内 YouTube 30万人達成で、3つ目はそのために、2月から、YouTube プラス全 SNS を毎日投稿します。ということで、このね、3つを必ず、毎日ね2月からやっていきたいなというふうに思いますので、ぜひね、皆さん応援の方、よろしくお願いします。